罪なき者は私が守る。どうもこんにちは。罪なき者は私が守る、瀬戸康史です。久々にオーバーウォッチをやっています。久々にって私言いましたけど、実はですね、我が家ではですね、最近ね、オーバーウォッチがむちゃむちゃ流行っています。静江さんはリーパー使いで、私はファラ使いでございます。何を言ってるのかさっぱりわかんない人もいると思いますけれども、我が家ではオーバーウォッチが流行ってるということです。はい。今回は攻撃側でございます。ね、攻撃と防衛に分かれて、戦うマッチでございます。防衛側は守りきれば勝ち、こっちは攻撃して陣地を奪い取れば勝ちです。あの A って書いてある赤いところを目指します。もう来てるだろこれ。なになに、なんかわかんない、これ行こう。あいつら、いたいた。あー、上にいる。上にいたやつやられた。しまった、完全に気づいてなかった。やられました。ラプトラシステム起動。どこどこ、こっち。敵が復活した。いたいた、いる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 。敵を確認。タレット仕掛けてるやつ。よしよしよし、目標、目標ゲット。厄介だ。あー、くそ、燃えちゃったのに。技使ってきた、あいつ。やられた。でも A 地点は取ったから、これで B 地点取れば勝ち。俺の必殺技使えるようになった。こいつは上から攻められるからいいね。落ち着いて落ち着いて。遠距離攻撃してくるやつはね、こっちからね狙っていくのよ。あ、なる、あ、タレットね。後ろにいた。回復回復回復しよう。やべ、竜神の剣が暴れてる。竜神の剣が暴れてる。回復してくれ。アイテム探そう。回復回復。俺の目から逃げることはできない。現実は私の今ままに。攻められてる。回復回復。あったあったあった。よし回復。システム修復。あの剣、あいつ強えな。剣使え。乗っちゃおう。正義の雨に裁かれろ。よし、倒したでしょ。二人、一人ぐらい倒したんじゃない。正義の雨に裁かれろ。あ、狙われてる狙われてる。あ、狙われてる。あ、でも結構今ので、今ので体勢結構いったんじゃない。形勢逆転したんじゃない。みんないる、みんないるよ。見える見える。
チャンス。いや、タレット仕掛けてる。タレットがあるぞ。後ろ。もういいぞ。タレット壊して。やべ、さすがに止まってたらダメだよね。くそ、なかなか攻められねえよな。あのタレットっていうね、壁にくっつけて攻撃するなんかやつを仕掛けるやつがいるのよ、向こうに。あれ厄介なんだよね、飛んでると。みんなで行こう、みんなで。これね、やっぱみんなで協力して攻めないとダメなゲームだから。よし、倒した、来た、倒した。なんで、どこにいた、どこにいた。あ、こいつにやられたの、普通にこいつにやられたの。忍者、忍者強えな。やべ、あと1分しかない、あと1分しかない、あと1分間で攻めれないたら、攻めれなかったら俺の負け。やばい、やばいな。残り60秒しかないぞ、みんな。どう攻める。シールドがいねえんだよな。敵を確認。この相手が攻撃しにくいところからするよ。見えるところにいたらやられるから。正義の雨に裁かれろ。残り30。忍者倒したら忍者。まだまだまだダメだ。あー、うめえな、うめえな。あ、まだまだまだ。あー、もうダメだ。入れ、入ってくれ。いい景色だな。よし、もう一回行くぞ。どうも、どうも、よろしく。行くぜ。ここはね、来る。目標 A を確保してください。敵全然攻めてこない。あれ、敵どこにいるの。よし、シールドよ、今回。うめうめうめ。よし、倒した。嘘、俺しかいねえし、俺しかいねえし。うわ、これいけそうだぞ。よし、失敗は許されない、失敗は許されない。よし、みんなで行くぞ。これね、上からね、上からこう行っちゃって、行っちゃう方がいいね。すべては我が意志のままに。いや、みんなやられてんじゃん。
チャンス。よし、いいでしょう。今のはいいの。俺がきっかけになってね、なんかこう言ったよね。パオロール、ここは打ちまくる。シールド壊す。倒してるぞ、結構倒してるぞ。あ、狙われてた。なんやこいつ、こいつのエイムやばくない？違うか、なんか完璧に俺に合ってなかった。レイロードに着く、皆で動かすぞ。今はあのエスコートって書いてあるところ、あのペイロードっていう車をみんなでこう運ぼうっていうやつなんだよね。どこに隠れても無駄よ。うわ、いたいた、こっちにいるぞ。うわあいつやらしい、やらしいとこにおる。あいつ倒しに行こう。あれを投げればよかったんだな。まず人を吹っ飛ばすね。吹っ飛ばす球も打てるのよこいつ。でも結構運べてるぞ。上にメーターが出てる、青いメーターが出てるの、あれが今の進捗率。あいつここにいたよね。もういないか。ここから撃てる撃てる撃てる。この調子でいこう。正義の雨に裁かれろ。うわー、よっしゃ、いいぞいいぞ。よーしよし、めっちゃ倒してる。あ、なんでなんで、え、何今の。うわ、またあいつやん。うわ、なんなの、何やこいつ。スナイパーおるぞ。でも今回結構攻めれてる、攻めれてるよ。総攻撃に出るぞ、総攻撃に出るぞ。あのね、スナイパー気をつけないといけないよ。絶対おるでしょ。うわー、なんだよもういろんな方向から撃ってくんの。遠距離砲がね2人ぐらいいるね。くそー。でももうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと勝てる、勝てる。レイロードを動かせ、それが我らの任務だ。レイロードを動かせ、それが我らの任務だ。あ、結構押されてるじゃん。
いけんじゃない？いるいる。上にいる。あー、くそーくそーくそー、遠距離ちゃんがね、いっぱいいるからね、すごい嫌だ。あー、失敗は許せ。最後の最後攻めれない、やばいぞこれ。勝てそうなのに。みんなで行こう、みんなで牽制して、牽制して。おい、こっちだ。上がってきて、上に、上にいるぞ。あ、おったおった、倒した倒した。なんかいるな。あ、くそー、ほんと倒せないな、あいつ。ちょ、ダメージ与えたんだけどな。こいつが多分ね、こいつのせいで進めないんだと思う、みんな。このパターンすげえ嫌なんだよね。このパターンすごい嫌だ。ほら、みんな進めないのよ、あいつのせいで。うわー、うますぎない？みんなやられてる、進めない全然。あ、やべやべ、撃っちゃった撃っちゃった、撃っちゃった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 。え、なになになに、なんかやられた。誰にも止めさせん。やべ、パワーがなくなっちゃった。回復、攻めれねえよ全然。回復完了、残り60秒。エアンドル、かかってくれ。ペイロードを動かさないで。超攻撃に出るぞ。ルーカリティフィールドに入れ。ペイロードを護衛。ご覧か。よし、行くぞ、攻めるぞ。ふいふいふい、させるかさせるか。攻めろ攻めろ、させるか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 。勝てる勝てる勝てる、よっしゃー、やったー。え、負けたの？え、負けたの？え、今運んどったんちゃう？プレイオブザゲー、車運んだんちゃう？今いけるいけるじゃなかったの？今13キル。はい、ということで以上、瀬戸康史によります突然のオーバーウォッチでございました。オーバーウォッチはね、あのマッチングがね結構スパッといくんで、あのなんかストレスなくサクサクっと 1,2 回やってやめれるんで、俺は最近あのしでさんと一緒にこれオーバーウォッチ代わり番号にやってたりします。皆さんもぜひやってみてください。ということで以上です。